皆さんこんばんは。新宿日曜マネソンバーエメフリーのママのゆいでございます。皆さんどう過ごしてございますでしょうか。というわけで本日もいろいろとお話をしていきたいなと思ってます。皆さんってトラウマってありますか？ありますよね。まあ店子としてね、いろいろと2丁目デビューして2丁目にいっぱい来るようになって、いろんな友達ができて、いろんな人に出会うじゃないですか。そしてやっぱりいろんな素敵な人に出会うじゃないですか。で好きな人とかさ、この人いけるとかさ、いっぱいできるじゃないですか。やっぱりね、そう、出会いがいっぱいあればあるほど。そう。で、なんか一回昔好きになったことがある人がいて、何歳ぐらいなのね、24歳ぐらいだったのかな。そう、多分それぐらいの頃に好きな人ができてね。二丁目の店子としてのキャラクターはもうめちゃくちゃ、例えば私の多分、客観的に、自分的に、自分の主観で言いますけど、もうすごく元気な店子だったと思うんですよね、自分。もうとにかく元気。元気元気元気みたいな。元気元気コミック。そう。そう、もうコミカルで、口を開けば下品なことを言って、ね、お客さんたちがさ、例えばわーって笑ってくれるのに快感を得たりとかさ、知ってたような人なので、楽しんでもらいたい、笑っていただきたいみたいのを、率先してやってた店子な気がするんですよ。決しておとなしくはなかったね。まあ、おとなしいというか、ゆっくり喋ったりとかするタイミングとかはもちろんありましたけど、まあ、とにかくね、まあ、そういうキャラクターだったんですよ。そう。で、なんか、どっちかしたら、で、本来の、プライベートの自分は、どっちかしたら、まあ、本当に、例えば好きな人ができたりとか、行ける人が来たとしても、自分がそういうキャラクターだって分かってるから、ついてくれる人なんてそんなにいないかもしれないって勝手に思い込んじゃってて。で、だから、例えば、この人いいなって思った人がいたとしても、いや、でも私なんて、みたいな。私なんて、ダメだと思うみたいなことを1歩も2歩も3歩もこう下がっちゃうような人だったのよ。で、まあ、例えば隣にね、好きな人が座ってたとしても、こうもうすぐこうやってすごい背中を向けちゃうような人。で、こっちばっか喋ったりとかさ、っていうする、天の邪君みたいな感じのキャラクターだったので、そう、だから好きな人に好きだっていうことが全然伝わらないようなタイプだったんですよね。で、なんか、どっちかつら、このすごく消極的っていうか、そういうことを言うのがすごく億劫な人だったので、例えばデートに誘いたいんだけど誘えないとかさ、まあ、ご飯に一緒に行きたいんだけど、なんて言ったらいいんだろう、なんて言ったらいいんだろう、みたいな、ご飯に。ご飯に行きたいです。みたいな感じのぐらいの感じじゃないと、でもそれもなんかやっぱりコミカルに言わないと言えなかったりとかね。私とご飯に行ってもらえるか。とかさ、ぐらいな感じで笑わせながら言ったりとか。ぐらい恥ずかしがり屋さんなんですよ、本当に。恥ずかしがり屋がぴったりかな、多分一番。これ誰も信じてくれないんだけど、本当にそうなのよ。私すっごい恥ずかしがり屋なの。信じて。で、それで、だから、例えばいいなって思う人に対して、ふざけることしかできなくて、そう。で、でも、なんかやっぱり勇気を振り絞ってね、まあ、コミカルだったとしても、コミックだったとしてもいいから、誘ってみたりして、頑張って、例えば映画に行ったりとか、ご飯食べ行ったりとかって、してくれてた人がいたんですよ。で、やっぱり一回成功したらさ、二回目ぐらいかは、やっぱりちょっとずつは誘いやすくなってくるじゃないですか。で、その人はね、私が言うことに、結構、いや、いいよ、行こう、行こう、みたいな感じで、結構、ノリよくついてきてくれた人がいたんですね。で、私より年下の子だったんだけど、で、まあ、何回かそういうのを重ねていくうちに、もう、私、この人のこと好きかもしれないってなるじゃない？本当に。本当に好きかもしれないってなって、今、品川製麺所があるじゃないですか、あそこ2丁目のすぐ近くの。そう、昔あそこはランプ亭だったんですよ。知ってますか皆さん。っていうか、ランプ亭がわかるかな。松屋みたいな、スキー屋みたいな感じのお店があったんですよ。で、ランプ亭っていうお店があって、で、現在、品川製麺所があるところなんだけど、あそこのね、前に、こうやって二人で歩いてるときに、本当に勇気を振り絞って、
告白したんですよ。でも私多分人生で告白したの、自分からね告白したの多分それが初めてだったと思うんですけども、もう本当に勇気を振り絞って言わなきゃって思って伝えたんですけど、でもね友達のママがいいって言われて、でも私の中でパーンって何かが壊れてね、そう壊れたわ。あ、初めてじゃないわ。初めて告白した人いたわ。それはまた今度話そうかな。初めてじゃなかった。その初めての話を先にすればよかったね。まあ、それはまたおいおいしようかな、じゃあ。なんかそれでね、告白したけど勇気を振り絞ってね。玉砕してね、見事に。もう友達のまんまがいいみたいな感じで言われて。で、私は絶対にうまくいく気がしたのよ。何さ、そっても来てくれるし、二人でね、いるのも楽しいし。まあでもいやらしいことは一切してなかったんですよ。中ぐらいはしてた気はするけど、だからなんかもう、このまま行ったら付き合えるとしか思ってなかったね。告白したら見事に振られて。でも私でもね、多分本当にそれがトラウマになってて、なんかこう、これはいけるであろうっていう案件が玉砕したので、それがあってから私自分から勇気を出して告白するのが結構な勢いで苦手になってしまって、多分それ以来多分私人に告白したことないかもしれない自分の気持ちをね、素直に言葉に出して言える生き物じゃないですか、人間って。そう、自分の感情、思ってることを言葉というものに乗せて人に伝えることができる動物って人間しかいないと思うんですけど、で、そうやって私は今人間として生きててさ、その言葉をね、相手に伝えることができるんだから、ちゃんと自分の気持ちは相手に向けて、伝えなきゃいけないんだなって、もうだいぶ経ってからは思えるようにはなってきましたけど、奥底に多分そのトラウマみたいのがあって、多分、断られたらどうしようとかさ、断られてもいいじゃないとしか思わないんだけどね、今はね。もうだいぶ今は大人になったからそう思えるようになりましたけど、もう結構な勢いで多分何年かは結構トラウマとして残ってましたね。でもそれ以来告白したことないから結局そうなのかもしれないなまあそれもなんかいい思い出だよね、好きな人に告白して見事に振られてまあ今ではね良き友達で良き後輩ですけれども、その子もね、えめぐりにもね、たまに顔を出してくれるぐらい、今でも一応、お付き合いはあるので、あの時、付き合ってたらまた違う未来が待ってたと思いますけども、まあ、そうじゃなくてもよかったんだろうなーっていう、そういう流れだったんだろうとしか思ってないですね、今考えたら。はい。でも、とりあえず、今日は、私のトラウマの一つ、告白することがとても苦手ですっていうお話でした。皆さんもね、なんかいろんなトラウマあると思いますけども、そういうのを抱えながら生きていかなきゃいけないと思いますけれども、頑張って生きていきましょうね。こんなヘラヘラして言うことじゃないかもしれないけど、まあそれぐらいなんかライトな感じで捉えましょう、トラウマも。そう、自分の一部なので。そうしましょう。はい、というわけで今日は終わりたいと思います。次回のお話までお待ちください。